茜組、くのいち椿、必ずやサザンカ、朝顔の二人を連れて帰ります。先生の気まぐれなんでしょう。とはいえ勝敗は今後の評価につながりますから気は抜けませんね。すっごい可愛かったんだ。どうしたの今日、会でも悪い？しんどかったら言ってよ。私たち医療係のサルハンに任せて。何言ってるの朝顔、姉様にいいとこ見せるのよ。シャキッとしなさいよ。はぁ、頭でも打った？私たちは男を探してんでしょうが。ごめんなさい姉様。昨日山に男を探しに行ったんでしょ？詳しく聞かせてよ。ねえ譲ってくれない？よろしくね椿。まあ天才だしね。もう一回大盛りで。もう帰ろうよ。サザンカこそもっと食べないと身長伸びないよ。うんだ、無駄じゃないもん、ちゃんと育ってるんだから。この事態、茜組犬班の班長として。まったく、よりによって今晩とは。葵組の夜間授業が。山の向こうの汚らわしい男どもでしょ。叩いても気づかないくらい。あの椿が不調なのよ。このチャンスを逃してはないっての。今のうちに倒して犬班の名前をいただくのよ。うん、ペニスモも強いから相手できるの椿くらいだし、また今度お願いするね。だからっていつもダラダラしていいわけじゃないでしょ。1に努力、2に努力、3子も同じく5も努力っすよ。私も仕掛けた罠の様子が気になるから見に行ってくるね。ごめん、それ私が癖で作っちゃってたやつだ。喧嘩してるね。そうだね、喧嘩は醜いね。私たちもともと仲がいいから方法とか言われてもな。大丈夫ですか？腰は大丈夫ですか？なんなら私が代わりに。筋はいいけどもう一歩だねサザンカ。いえ、それより腰は大丈夫ですか？ああそう、アジサイが手首ひねっちゃってさ、あれやってあげてくれない？パーンってやつ。いや、ごーん、しつけが必要なようだな。悪そうでいいよ。でも優しくしてね。めっちゃーい、優しくしてって言ったでしょ。医療班にお願いがあって。これなんだけど。僕がいた里は若い男が少なくて、僕は男として育てられたんだ。これ以上ひな菊が可愛くなったら私も。安いもんだよひな菊。鬼ゆりは一度決めたら絶対折れないからさ。認められんな。のあとしか書いてないぞ。名前とは言わん、きらめろ。ひな菊は自分より可愛いと思ってしまうと